2022年10月2日、Twitter に全ての道はクリミアへ通ずとタイトルされたツイートがアップされたみたい。その投稿者って誰なの？その投稿者は2018年までアメリカ陸軍欧州司令官を務め、現在はシンクタンクの欧州政策分析センターで戦略研究責任者のベン・ホッジス退役中将であることから、話題を呼んでいるってわけだ。そういうこと。さて今回は、このホッジス氏のツイートについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ホッジス退役中将はツイッターの投稿で、ウクライナ軍による反撃にはもはや不可逆的とも言える弾みがついていて、彼らは間もなくクリミア半島にあるロシア軍の基地を、ハイマースで攻撃可能な射程内に抑えめることができる地点まで到達するであろうとした上で、やがてそれらの基地をロシア軍が防衛することは不可能となり、クリミア半島がウクライナの領土に戻るのは時間の問題であると書き込み、すべての道はクリミアに通ずとのタイトルをつけたんだ。これはフランスの詩人であるラフォンテーヌのすべての道はローマへ通ずとの有名な言葉を引用したもので、表面的な意味としてはかつてヨーロッパからアラブ方面にまでその半島を広げた、大ローマ帝国のすべての力史とローマ二道が通じていたことを例えた言葉で、その本来の意味は目的を達成するための手段はいくつもあるものだが、その出発点が違っていたとしても目的が同じならば、やがて同じ場所に達して目的を達成するということだな。ホッジス退役中将がツイッターのタイトルにこの言葉を引用したのはウクライナが侵略してきたロシアに勝利する手段はいくつも考えられるが、その行き着くところはクリミア半島の奪還であり、ウクライナがクリミア半島を奪還することでこの戦争と、これまでのロシアとウクライナとの紛争が終わるとしているからだろうね。クリミア半島は2014年にロシアが一方的に併合しているんだけど、すでに8年の間にロシア化が進んでいるほか、ロシア海軍にとって貴重な不当港で造船や回収設備が整っている軍港セバストポリがあり、ロシアにとって黒海を支配する上で大変重要な半島となっているよ。それらのことから、ロシアは今回のウクライナ侵略においても、クリミア半島を自国の領土としてウクライナによる攻撃は絶対に許さないと見られていて、実際にウクライナ軍にアメリカから高機動ロケット砲システムハイマースが供与されることが決定した際に、ハイマースから発射することができる射程 300km の GPS 精密誘導ミサイル ATACMS によって、クリミア半島とロシアのクラスノダール地方のタマン半島とを結ぶクリミア大橋への攻撃が可能となったことからロシア側が警戒し、クリミア半島が攻撃を受けた場合、ロシア本土への攻撃とみなして核兵器による報復を実施することをほのめかしていたんだ。10月20日に発生したクリミア大橋での爆発が、ウクライナによる攻撃か、あるいは特殊部隊などによる工作かについては、ウクライナ側は認めていないため、ロシア国内のプーチン政権反対派によって引き起こされた可能性もあるとされているな。そのためか、ロシアがクリミア大橋の報復として10月10日からウクライナ全土に向けて、巡航ミサイルやイラン製自爆型ドローンなどによる民間インフラへの無差別攻撃を行っているんだけど、核兵器の使用をほぼ明言していたにもかかわらずそれを使用せず、西側諸国による制裁の影響で新規製造ができず在庫が枯渇していると噂されている。精密誘導巡航ミサイルを多数発射していることから見て、クリミア半島をウクライナが直接攻撃したとしても核兵器による攻撃はないとの見方が広がっているね。また、以前にウクライナ軍によってクリミア半島のロシア軍基地などの軍事施設が攻撃を受けた際にも、この場合はウクライナ側が関与を明言していたにもかかわらず、やはり核兵器による報復攻撃がなかったことも、プーチン大統領はウクライナに対して核兵器を使う可能性は低いのではないかとの見方に繋がっているよ。イギリスのデイリーメール紙が、ホッジス退役中将へのインタビューで同退役中将が、考える今後の展開についての予測をいつかの電子版に掲載したみたい。そのホッジス退役中将の見立てによると、現在ウクライナ軍が反攻作戦を進めている東部ドンバス地方ドネツク州とルハンシク州及び、南部ヘルソン州の2方面の他にさらに1方面の3方面から攻勢をかけて、クリミア半島の解放を目指しているみたい。ホッジス退役中将の構想では、まず南部戦線においては主力部隊がヘルソン州の州都ヘルソン市を攻略中であり、一部の部隊がドニエプロ川の上流にあってドニプロ川に架かる橋と、水力発電所があるノバカホフカの奪還に向かっているものの、ヘルソン市奪還してドニプロ川西岸のロシア軍部隊を駆逐した後、さらに南に進んでクリミア半島へ進軍して奪還を目指すと思われるよ。次に、ドンバス地方の解放を目指すと見られている東部戦線では、ドンバス州とルハンシク州において2014年から紛争が存在していて、ウクライナからの分離独立を目指す親ロシア派武装勢力が根強く存在している上に、ロシア本国とも接していることから完全奪還は難しいため、ハイマースなどによってロシア軍と親ロシア派武装勢力への補給を断ち切って弱体化させつつ、可能な限りの部隊をザポリージャ州に進めてメリトポリ市奪還など、同州の奪還とクリミア半島攻略に合流するとしているね。そして、現在ウクライナ西部などで編成中と見られる虎の子的存在の予備役部隊を動員して、長く伸びきったロシア軍の防衛線を分断するように突入させ、クリミア半島攻略に参加するというのがホッジス大駅中将の構想としているんだ。このクリミア半島奪還作戦は熾烈な戦闘になると考えられるよね。ホッジス大駅中将は、ウクライナ軍がヘルソン州を奪還してクリミア半島全体が、ハイマースの GPS 誘導ロケット砲の射程内に入ればプーチン大統領もその防衛を諦めざるを得ないことになるだろうとしているぜ。2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略戦争の展開はこれまで全体像が見えにくいものであったんだけど、このホッジス大駅中将の見方が正しくウクライナ軍の戦略を言い当てているとするならば、各地で展開されている戦闘の意味が理解できるとする声が上がっているよ。クリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア大橋の爆破は、クリミア半島のロシア軍の退路を断つことにもなり、そのままクリミア半島のロシア軍を兵糧攻めにすることも可能となるため、もし本当にクリミア大橋の爆破にウクライナ側が関与していたとするなら、クリミア半島の奪還を本気かつ予想以上のスピードで実行しようとしている可能性が高いということになるよね。しかしながら、現時点でクリミア半島に駐留しているロシア軍兵力は不明で、ウクライナに侵略する以前はセバストポリの黒海艦隊司令部、海軍歩兵旅団司令部、沿岸ミサイル連隊が4個基地4カ所のほか、海軍航空隊の数カ所の軍事空港や通信施設を含めて、12カ所以上の基地を配置していて、黒海艦隊を中心に駐留兵力は2万数千人とされていたぜ。そのうちの地上部隊戦力としては、第810海軍歩兵旅団の2500人の歩兵部隊と、他に数百人の海軍特殊部隊が配置されていたが、侵略開始前にはヘルソン州、ザポリージャ州に侵攻した陸軍部隊が駐留していて、そのうちのどれほどの部隊が半島に残留していたか、あるいは増援部隊がロシア本土から送り込まれていたかについては不明だな。仮にヘルソン州からロシア軍を撤退させてクリミア半島に追い込んだとして、クリミア大橋を完全に破壊してしまった場合、追い詰められたロシア軍が必死となって抵抗することは明らかだもんね。ウクライナ軍に大損害が生じることは避けられないってわけだね。そのため、ウクライナ軍はクリミア半島をドニプロ川の橋のように歩兵や軽車両のみ渡れるように残し、ロシア軍が戦車などを放棄して逃げるように仕向けているとの見方もあるんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。